ウシャクは、トルコのエーゲ海地方内陸部にある都市。人口は18万414人で、ウシャク県の県都、市長アリエルドアン。地方の中心都市、イズミルの東 210km に位置する。中央はナトリア高原とエーゲ海沿岸双方の、気候、農業生産の特徴を兼ね備え、もともと強い産業基盤も有していた。電力網が整備された。 トルコ発の都市で、市内の比較業界では、オスマン帝国時代から、労使協定が成立していた。共和国発の国営工場は、地元の企業からのイニシアチブでこの地に置かれた。このような勤勉の伝統は、現在も生きており、市内には、工業団地が2カ所ある。産業革命以前の段階から、すでに宇宙は取り分け絨毯の生産、交易の要衝であった。 好んで、作品中に、それを描き入れた16世紀の画家、ハンス・ホルバインにちなみ、ホルバイン絨毯とも呼ばれるこのャク絨毯は、その世界的な評判から、単に、ャクで通じる。絨毯の模様は、変化を遂げたが、今も大規模な旗織りは健在で、使命は、絨毯市場で、強いプレゼンスを、手織り、機械織りとも維持している。他に、県内のエシュメ地区も、 キリムという絨毯で知られる。この地方を支配した初めての王朝は、紀元前7世紀のフリギアとリュディアであった。1965年にトレジャーハンターによって洞窟されたカルンの財宝は、数十年後、ニューヨークのメトロポリタン美術館で修復が試みられ、これらアナトリア半島諸国家の文明の高さが認められたことから世界的に関心を集めた。 リュディア地方は、前6世紀に、ペルシャ帝国、前4世紀には、アレクサンドロス3世とその後継者に征服された。その後もローマ帝国、ビザンティン帝国、ゲルミアン公国と支配者は変遷したが、1429年に、オスマン帝国にとって変わられた。オスマン帝国時代、使命は、恋人やミンストレルを意味する、サックであった。 後者はこの地方の豊かな民族文学にも関連している。1920年8月28日から1922年9月1日にかけて、ウシャクはギリシャ陸軍に占領された。ギリシャ軍は撤退時に市外に火を放ったため壊滅的な被害が出た。軍のニコラオストリクピス将軍はその1日後、郊外のギョエム村で拘束され、 ため池に放り込まれた。1953年に宇尺圏が設置されるまでは、北日タ県の主要都市であった。宇尺は地中海性気候で、夏はカラッとして暑く、冬は時折降雪がある。ありがとうございます。